アルバグダーリ、アリー・アルマフムーディは、リビアの政治家。カッツーフィー体制で最後の首相を務めた人物である。副首相などを歴任。医学の学位を持ち専門は、産婦人科。北西部リビア、ザーウィア県出身。医者としての教育を受け、1992年保健、社会安全省に任命された。1997年スレーマン・アルガマと保健省を、 交代し、2000年まで人民委員会担当初期を務めた。2000年3月から9月までサービス担当副首相。その後も人的資源担当省を6ヶ月、国土都市計画、環境担当省を5ヶ月務め、2001年9月、製造担当副首相に任命された。2004年3月7日、副首相に相当する人民委員会副書記に就任した。 2006年3月5日、最高指導者、ムアンマル・アルカッザーフィー大佐によって、首相に相当する全国人民委員会初期に就任した。同時に2006年9月に設置された石油ガス、最高評議会議長と2007年設立されたリビア、投資長総裁も兼務し、国営石油企業のリストラに当たった。政治的には改革派ではなく、 優秀なテクノクラートとみなされている。全国人民委員会製造担当、副書記長時代に巨大人工河川計画と鉄道事業の二つの大型国家プロジェクトを担当している。人工河川プロジェクトは総工費185億 US ドルに相当する巨大なものであった。また、マフムーディはリビアの石油資源を背景にリビア政府系ファンドを設立した。 2011年リビア内戦の結果、反体制派のリビア国民評議会が首都トリポリに攻勢を強める最中の8月22日、マフムーディはチュニジアに脱出し、事実上の亡命とみなされた。その後8月24日にトリポリは陥落、カダフィ政権は崩壊し、9月21日にチュニジア政府当局によって身柄を拘束された。 シュニジアからリビアに強制送還されることとなり、これに抗議するためハンガーストライキを実行した。2015年7月28日にリビアの裁判所より死刑判決が言い渡された。ありがとうございます。